こんにちは、ユーカリチャンネルです。今日はですね、何年か前に講師認定通信講座の入門コースというものを取っていた時のお話をしようかなと思っています。何年前かっていうと、これが平成26年ということなので、7、8年前にやっていたコースなので、今はちょっとだいぶ変わっているかもしれないんですけども、編み方とかこのこう中あんま見せていいかわかんないんですけど、コンテンツみたいなものがありまして、それを月ごとに出していくという形だったと思います。で、あと基本の編み方の本がついて、あとこれは DVD ですね。わからないときはこちらを見ながら編むことができるということでついてました。ほとんどこれは見てないです。入門コースなので、基本的な、ベストぐらいまでが編めるようになっています。編んだものに対して、ここが分かりませんっていうような検索シートみたいなものを出すんですが、こうやってね、で先生のお答えみたいなのがここに載ってきます。こういう風に編むといいよっていう感じですね。ネット編みはもう少しきつめに編んだ方がいいですよとか、拾うところは表の半目と裏山を一緒に拾ってくださいねとか、そういう言葉が書かれています。で、作品を作りながら、感想を書いて先生が答えを書いてきてくれるみたいな感じで、全ての作品にこれをつけて、出すようになってました。そしてこっちがレポートカード、いつ出していつ戻ってきたかっていうのがね、書かれています。割って拾ってくださいね、端は必ず割って拾ってね、きれいに編まれてますよとか、は端の拾い目ばっかり注意されてる編み終わりの始末の面に注意しましょう。モチーフはつなぎがずれていますって書いてあります。表裏に注意しましょうとか。確かこの通信講座がいくらかかってたか覚えてないんですが、それプラス、こちらから送る、送る送料ですね。送料に確か向こうから添削して戻ってくるんですけど、それに対しても送料がかかるので、月々のその、分割で払っていたこの口座のお金以外にもそういうものが、必要でした。700、800円だったと思うんですが、送る時にその向こうから戻ってくる送料も一緒に入れて送るっていう感じでしたね。楽しかったですね。で、これが、合格すると修了証みたいなものがもらえるんですが、もらえるというかそれも有料でした。欲しい人は、3000だったか2000だったか、ちょっと記憶にないんですが、こんな感じで、ちょっとここ名前が入ってるので、隠させてもらいます。でもせっかくね、せっかく受けたので、これはちょっとお金を払ってでも、なんか、形としてこれを受けましたっていうものが欲しかったので、私はこの、症状みたいなものを、頼みました。で、これで何が変わったかっていうのも特にないんですが、自分の中で自己流でやってきたものに対して少し自信というか、そういうものがついたかなという気もします。そして自分が編まないものをその課題の中から選ばなきゃいけないので、普段編まないものを自分が編んで添削してもらえるっていうのは、やっぱりちょっと特別かなと思いましたね。経験としては良かったかなと思います。
最後のベストの時は、私が選んだベストがいけなかったんですけど、お友達もやっていて、お友達はもう全部左からあの脇の方へ行って、右も脇の方へこう減ってくところとかも全部乗ってる編み図のものにしたんですけど、私は片方しか乗ってない編み図のものを選んでしまったので、そこがちょっと大変でしたね。やっぱ母親に聞いたりしながら、この課題を出さないと修了証がもらえなかったので、このベストを一生懸命、完成させたのをすごく覚えています。で、今あんまり作ってないんですけど、以前はそうやって自分が作ったものを結構たくさん販売していたりしたので、その販売するこんな今でもプロではないんですが、自分が編んだものに値段をつけるっていうのが自己流でやっている私の自分の作品に値段をつけていいのかなとか、どれぐらいつけたらいいんだろうということでちょっと悩んだ時期もあったので、入門コースなんですけど、こちらを全課程終了したっていう形で自分が、売るものに対しても少し自信がついたし、自分にもこういうものを終了できたんだなっていう自信につながりました。中身は、ね、あんま見せれないんですけど、ね、なんか結構いろんな作品が載ってるんですよ。ペットボトルとか巾着とか方眼編みのバッグとか、一番最初 の、 あの課題が一番めんどくさかったですね。なんか鎖編みのラリエットみたいなもので、鎖編みを何回数えても目が合わなくて、ちょっとあれでしたね、大変でした。ただ鎖編みを編んですごく長く編むだけだったんですけど、普通の編み地の方が好きです。こういったね、今欲しいなと思うのはこれですね、携帯のエコバッグ。ここの円の中にこのネット編みの部分が収納されるというものです。今ちょうどぴったりじゃないですか。で、この通信講座はボーグさんが、やっています。今、こういう通信講座で編み物を勉強したいなって思う方の参考になればいいかなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイちゃー。